邪魔するぜ。新しい商品。ご満足いただけた。サンキュー。疲れました。先に戻ります。向こうの皇太子があんまりいい感じじゃなかったからな。レティシア様もだけど、クロエさんも心配だね。信じるしかない。意地でも風雅を完成させなきゃ、二人の勇気が無駄になる。これから管理院に行くから一緒に行こう。何か手伝えるかも。国王陛下とベルトランドさんにも挨拶しておいた方がいいな。これから何かと一緒にやっていくわけだしな。大佐はお城かな。多分な。玉座の中会議室あたりにいるだろう。よし、じゃあお城に行こう。ラッキーで珍しい料理を。家が滅びるかもしれない大事件があったばかりなのに、王都の人たちは結構いつも通りだったね。王女が最前線で体張って頑張る国の民たちだ。それくらいじゃへこたれないってことさ。王家のたくましさがそのまま国民のたくましさってことだね。よし、じゃあお城に急ごうか。陛下とベルトランドさんがいるとしたら2階だよな。ラッキー。玉座の間に行ってみるか。
の軍を王都に召喚すれば失った兵数を補えませんか。派手に兵を動かすと蹴取られる。レティシア様の策にも影響するぞ。あ、そうですね、申し訳ありません。つい少し休まれよ。必要な休息を取ることも騎士の務めだ。動いていないとどうにも落ち着かなくて。レイモンド、ニーナ、ご苦労だった。いえ、俺、私は何もしていません。すべてはレティシア様の決断ですから。そうかしこまらんでよい。今回のことで思い知った。あの果断さと勇猛さはわしにはないものだ。このような情けない王などさっさと代替わりした方がよいとな。そんなことをおっしゃらないでください。無論この戦いの顛末は見届けるつもりだ。だがその後のことをレティシアに託したとしても、もはや文句を言う者はいまい。願わくばその時、そなたらのような真のおける者がレティシアのそばにいてくれれば安心なのだがな。気になるから見に行こうよ。ああそうだな、フーガチームの進捗も確認しとかないとな。ミダスおじさんたちも無理していないか見ときたいな。一般的なジェネレーターの機構を簡略化したものですが、この部品の精度を高めればエネルギー効率は最低でも倍になります。簡単に言ってくれるな。新規にパーツを作らないと。ん？やってるな。俺に何か手伝えることはあるか。ここから先は専門性の高い作業になるからないな。ニーナもすまないが、肺化病の治療薬の件も待ってもらうことになる。それはいいですよ。手伝えることがあれば言ってくださいね。はい、その時はレイのデバイスに連絡します。しかしミダスのやつ、ずいぶん素直に協力する気になってたな。あれね、最初はやっぱ面白くはなかったみたいなの。でもマルキアさんが、若者たちが命がけで戦っているのに何をケツの穴の小さいことを言っている。嫌いになるぞ。ってそりゃ見たかったな。払いすぎ。でも私たちだけ暇になっちゃったね。マルキアが石と一緒に戻るまでは雑用もなさそうな感じだったしな。散歩でもする？それも悪くないが。ん？お二人ともベルトランド大佐がお呼びです。急ぎヨケザまでお越しください。わかりました。なんだろう。
帝国側の特使がレティシア様とゲラルト皇太子との婚礼の日取りと場所を伝えてきたのだ。7日後のバルダー大聖堂だ。7日後、向こうにとっても次期皇帝の婚儀でしょう。あまりに性急すぎる。講和は一日も早い方がよく、その象徴となる出来事があれば両国の結びつきは強固になるというのが使者の言い分だ。時間稼ぎでレティシアを差し出したことを見抜かれているんだな。どうする、エレナはフーガの完成まで10日だって言ってんだぞ。でもまだフーガのことを知られたわけじゃありませんよね。その通りだ。ミダスたちにも至急知らせてくれ。私行ってきます。ベルトランドさん、今のニーナ殿がおっしゃっていたことですね。ああ、フーガのことが漏れたら何もかもおしまいだ。情報管理と警備を厳重にするくらいしかできることはありませんが、最善を尽くしましょう。こうなるとどんな些細な雑用も人任せにできなくなるな。元より機密であることには変わりない。我々も管理員に急ごう。よし、急いで管理員にいるみんなに知らせないとな。ふざけた状況になったらしいな。可能な限り作業を急ぎましょう。機密を重視した上でな。どんな細かい雑用もバシバシ俺たちに言ってくれ。言っておくが、今日から眠れると思うなよ。覚悟してるさ。今度こそ成功するはずなんです。ぜひこちらの方法でお試しください。何ですか、このありさまは。レイたちは途中で力尽きまして。そうですか。アベラルド殿とレイモンド殿とニーナ殿をお借りしても。承知いたしました。実はマルキア殿をニルベスに送った船の存在を帝国海軍に蹴取られた可能性がある。何だと。ことからの情報だ。帝国海軍の軍艦が多く現れている。この時間がない時にどうすりゃいいんだ。バルダーからことやニルベスに進軍する気配があった場合に対応するため、バルダーの帝国軍の動きを探る必要があるわけですね。その通りだ。我々は常に最悪の事態に備える必要があるが、今は迂闊な人間をバルダーには送れない。行っていただけますか。行こうよ、今動けるのは私たちだけなんだし。とはいえ都合よく調べられる場所があるか。向こうも警戒してるだろう。当てはある。差し当たって
海軍の様子が分かればそれでいい。まずはバルダーに向かうぞ。バルダーだから南側ですね。ええ、南門から出てオーシリアス平原の向こうです。撤退戦の時以来だな、バルダーへ向かうのは。バルダーは今帝国に支配されてるんだよね。一応戦う準備はしていった方がいいですよね。ええ。サンキュー。さすがに正面からは入れないだろう。どうするつもりだ。バルダー東側の山地から侵入する。山頂にバルダーを一望できる場所がある。もしかしてあそこか。警戒態勢。油断するな。息が上がってきたぜ。前半部さんに限り活動停止。制圧する。構成反応活動停止。敵構成反応活動停止。敵構成反応活動停止。見たか。構成反応の消滅を確認。
ラッキいるのか。ああ、通れる道がある。このまま進むぞ。レイはここのことを知ってるの？ああ、前来た時はバルダーの中からだったけどな。ここからならバルダーを一望できるだろう。対象を発見。ラッキー。特に大きな動きはないようだな。沖合を警戒している軍艦はないし、兵士たちにも攻撃準備をしているような慌ただしさがない。ベルトランドさんの気にしすぎだったってことか。マルキア様の船が帝国の警戒網に引っかかったのは本当なのだろう。だがニルベス方面への船の移動が戦略的に重要視されなかったのだろうな。帝国にしてみれば、今ニルベスにちょっかい出してそっちと戦争になったら、オーシディアスに対して強く出られなくなりますもんね。だが帝国の警戒が強くなったのは間違いないんだろう。一種の輸送にトラブルがないといいな。マルキア様と王国海軍を信じるしかあるまい。戻ろう。ベルトランド大佐に報告しなければな。あまり寄り道している暇はないな。バルダーの状況を急ぎ報告する必要がある。よし、オートへ急ごうぜ。ラッキー。とりあえず何もなくてよかったな。ああ、急いでベルトランド大佐のところへ戻るぞ。
無事にニルベスに到着できてますよね。マルキアなら大丈夫って思っとくことしかできないな。今は我々にできることをしましょう。まずは王都へ戻りますよ。ニーナさん、報告するまでが偵察任務ですよ。王城で待っているベルトランド大佐のもとへ行きましょう。了解しました、アベラルドさん。まずは城へ行ってベルトランドさんに会わないとな。ラッキー。ないけど、ミダスおじさんちゃんと協力して仕事できてるかな。エレナとメルティアならミダスの転がし方案外早く戻ってこられたか。城でベルトランドさんを探そう。ベルトランド大佐はおそらく2階の会議室におられる。用が済んだらベルトランドさんに話して休ませてもらうか。そうか、不幸中の幸いだったな。とはいえ、琴やライタールの民間の船にも出航を控えるよう通達した方が良いでしょう。3人ともよくやってくれました。エレナ殿とミダス様はまだ研究を続けられているようです。レイモンド殿が戻られたら休むようにと伝言をいただいています。どうされますか。マルキア、もう戻ったのか。ずいぶん早いな。もとよりニルベス側の運び出し準備は済んでいたからな。夜を徹しての後悔だった。だがまだ石は琴の港町にある。私一人急ぎ戻った。どうしたんだ。琴で待っていた少年からミダスが一睡もせずに研究に没頭していると聞いた。時間がないのはわかるが、徹夜する人間に良い研究などできるわけがない。先ほど沈めてきたところだ。ミダスが眠っている間は私が研究を代行する。できるのか。昔取った絹塚というやつだな。それにレビタス席への理解は一日の長があるつもりだ。
そうか、頼りにしてるぜ。石の輸送には少年が一人で指揮に当たるらしいが、可能であれば手伝ってやってほしい。何せ人員が足りないからな。任せろ、ニーナも連れて今から琴に向かう。ててもうだらしないな。いやだってお前、最終的にあの量の石、俺とアベラルドとベルトランドさんの3人で管理員に運び込んだんだぞ。筋肉痛くらいなるだろう。2人は今日もバリバリやってるよ。鍛え方が足りないんじゃない？職業軍人と一緒にすんな。一応俺民間人だぞ。レイみたいな民間人なんて見たことないよ。今日から私も生成のお手伝いするんだ。雑用役頑張ってね。せいぜい頑張るよ。恐れていたことが起こりました。騎士団内に帝国の患者を発見しました。どうやって見つけたんだ？バルダー撤退戦の際の傷病兵やクーデターの実行部隊から戦況分析の聞き取り調査をする最中に見つけ出せました。幸いフーガの情報に接した者はいないようです。テオの親父やネアンが引き込んでたんだな。なあ、テオとテオの親父今どこにいるんだ？チカローに幽閉しています。今日からフーガの本格的な調整に入るらしいが、それでも予定数に達するかわからん。あいつらから帝国の直近の内情を聞きたい。なるほど、承知しました。面会できるよう話は通しておきます。